シルバースパーは、イギリスの自動車メーカー、ロールスロイスモーターカーズが、ロールスロイスブランドで1980年から1999年まで、販売した高級車である。シルバースピリットのロングホイールベース版にあたる。シルバーシャドウ2、シルバーレース2の後継者として1980年秋、サロンドロトにて、シルバースピリット、シルバースパーが発表された。 ホイールベースが 100mm 長く、これにより後席を広くしてあるタはシルバースピリットに準じる。オプションでパーティションウォールを装着可能で、この場合重量がプラス 40kg となる。燃料供給はソレックスツインキャブレターだが、日本仕様を含めボッシュ系ジェトロニックインジェクションを採用する仕様もある。シルバーシャドウからの改良点は後部のサスペンションでダンパーが ハイドロニューマチックのストラットになった。車高調も装備している。リムジンはさらにホイールベースが延長され、7人乗りになっている。価格は1987年当時、ベースモデルで3250万円、パーティションウォール付きで3400万円、リムジンは7300万円であった。ホイールベースが 100mm、長く、これにより後席を広くしてあるたは、 シルバースピリット2に準じる。シルバースパーアイからの改良点は、ロールスロイス発のアルミニウムホイールを標準採用したこと、運転者の目の前に警告表示板が搭載され、必要なデータをまとめて表示するようになったこと、エアコンディショナーが改良され、フェシアに吹き出し口が2つ増設され角度調整が可能になったこと、最高級のオーディオシステムを採用したこと、 ボッシュモトロニックデジタルインジェクションを採用したこと、マニホールドを再設計し出力向上を図ったこと、1、100秒単位でサスペンションの硬さ調整を自動で行うオートマチックライドコントロールシステムを採用したこと、などである。最小回転半径は6.0メートル。ホイールベースが約100ミリメートル長く、これにより後席を広くしてある他はシルバースピリット3に準じる。 リムジンモデルはツーリングリムジンとして別モデル扱いになった。価格は2530万円。シルバースピリットの第4世代はシルバードーンという名称になったが、シルバースパーは従来通りの名称でマイナーチェンジされた。フロントドアの三角窓が廃止されドアミラーが A ピラー近くに移動し、前後バンパーもカラード化されるなど外観が新しくなった。 1997年モデルはエンジンが低圧ターボチャージャー付きとなり、ロールスロイス発のターボ車となった。これにより25%出力が向上し、0時速 100km が8.1秒、最高速度時速 235km となった。シルバースパーウィズ・ディビジョンはさらに、ホイールベースを 355mm 延長し、電動昇降式パーティションを装備し、 通話用インターコムや後部座席にムーンルーフを装備したモデル。リムジンモデルはパークウォードとして別モデル扱いになった。価格はベースモデルが2400万円、ウィズディビジョンが3200万円。ABCDEFGHIJKL 外国車ガイドブック 1984P100。ABCDEFG 外国車ガイドブック 1984P206。 abcdefghijklm 外国者ガイドブック 1987p198 abcdef 外国者ガイドブック 1987p209 abc 外国者ガイドブック 1987p108 a b c d e f g h i j k 輸入者ガイドブック 1990p234 ab 輸入者ガイドブック 1990p222abcdefgh 輸入者ガイドブック 1994p223 輸入者ガイドブック 1994p89 輸入者ガイドブック 1994p241abcdefgh 輸入者ガイドブック 1997p223 ABCD 輸入者ガイドブック 1997P99 輸入者ガイドブック 1997P241 ありがとうございます。